すごい綿密に打ち合わせを。先週この前。いや綿密に。タバコ吸ってました。タバコ吸ってました。ちょっと待ってくださいね。はい、準備 OK だったら入ってみましょう。はい。おお、こんな感じか。すごい。ね、YouTube と、うん、ツイキャスは今日も流れる。今日流れるんです。いや、YouTube はあれです。あの当日、収録日と一緒に。あ、一緒。あ、流れるやつと一緒に。あ、了解です。クミさん、めっちゃ飛びてる。大丈夫です。じゃあ大丈夫ですか、ね、はい。ちょっとマイクチェックします。はい。カリナさん、ちょっと喋って。はい。あー。はい、どうぞ。はい、16時30分になりました。カリナの輝く地球チャンネルの時間です。この番組は心と体と自然と向き合う癒しの集いのチャンネルです。プロの癒しセラピストさんや占い師さんたちをゲストにお迎えしながら、今お悩みがある方々に勇気づける言葉や人生がうまくいくヒントなどをお伝えしています。お悩みも随時募集しています。私カリナのインスタグラム @karina_shiningearth までメッセージください。また FM ギノワンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。Twitter も連動してますので、たくさんツイートしてください。そして、サイマル放送も始まりました。スマホの場合は、リスンラジオ、リスラジから。パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。この後、17時までよろしくお願いします。はい、で本日のゲスト、が、南の島の沢高志郎さん、フロム沖縄に来ていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日は収録で2週連続出ていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で早速なんですが、はい、事前に SNS で、志郎さんへのご質問の募集かけたんですけど、FM ギノワンのリスナーさんでもあるヤンポーさんからメッセージが来てて、シロさんって何をされてる方ですか？はい、ありがとうございます。ヤンポーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオを聞いてくださる皆様、はじめまして、南の島の沢高志郎と申します。僕はですね、普段、沖縄県内中心に、ヒーラーセラピストとして活動しております。で、主にどんなことやってるかってことなんですけど、セッションを中心にさせていただいてて、その方の、過去世のことだったりとか、ご先祖様からのメッセージだったりとか、またお守りくださる方々からのメッセージだったりとか、はい、そういったところをこう代弁してお伝えして、今の現状がよりなんかこう明るく楽しくこの前に進めるように、必要なメッセージをお伝えするみたいなことをさせていただいてます。あと他には、講師活動とかもちょっとさせていただいてて、実際にヒーリングのやり方だったりとか、実際にどうやってメッセージを伝えていくのかみたいな、そういう、技術だったりとか知識だったりとか、そういったところをお伝えしたりとか、あと結構いっぱい喋っていいんですかね。大丈夫です。ご夫って知ってますかね、お守り。神社とかにお授けされてるようなお守りのことなんですけど、実際にそれを作り方とかやり方とかを伝える奉仕活動みたいなことをしてて、そういったこともやったりとか、あとは自分でイベントを企画してみたり、主催させていただいたりとか、あとはそうですね、絵が好きなので、アート制作活動、そういったのも、させていただいたりとかしております。はい、こんな感じです。はい。素敵です。ありがとうございます。いつも私もなんか迷いが出てきたときに、シロさんのセッション受けに行ったりね。で、もう泣きそうになっちゃうんですよ、ね。うわ、ありがとうございます。なんかアートで絵も描いてくれていただいたときもあって、素敵なんですよね。なんか素敵な絵を。
書いていただいたのまんまるの。そう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 。はい、ありがとうございます。ね、あと、うん、ですね、あのこの五夫のお授けプラスアルファっていうセッションを最近お授けいただいたんですけれども、もうすごいパワーがあってね。ありがとうございます。なんで依頼したかというと、なんかもうピンってシロさんが入ってきてもお願いしたんですけど、もうラジオを始めてからね、このたくさんの方々が YouTube とか視聴していただいてて、ね、もうこのパワーもあったりでね、嬉しい、うん、とかもう依頼した日からなんか変わり始めたんですよ、めっちゃ嬉しい、うん、だからめちゃくちゃ おすすめです。ありがとうございます。はい、はい、ね、こんな感じで人々をね癒したりいろいろこう育成活動されてるんですけど、シロ、はい、さんってこうどういった経緯で人々を癒していくというか、はい、こういうセラピストになろうと思ったんですか。はい、ありがとうございます、はい、僕がこのセラピストとして活動 し始めたきっかけっていうのはもう3年前になるんですね、うん、でそれまでは社会人として今34になりましたけど、22歳の頃から、はい、現役の作業療法士って言ってね、リハビリの骨格資格取って、うん、地域のデイサービスの分野で10年ぐらい働いていたんですね、うん、でもう楽しく仕事はしていたいんですが、もともとの気質とか性格とか真面目さとかいろんなのが相まって、なんかこう頑張りすぎる癖がすごくあって、うん、ですごく無理して、3回うつ病を経験したんですね、うん、で3回もなっちゃったからもう3度目の正直、うん、もう無理して社会人続けるのはもうやめようと思ったんですよ、うん、でそこで何をしようかなって何も決まってないのにやめたんですよね。すごい。そう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 。結構なかなかのチャレンジャーなのかもしれないですけど、そう。で、そういった時にたまたま出会ったのがそのお友達に紹介してくれたヒーラーさんがいてですね。で、ヒーラーってなんだというところから始まったんですけれども、特にもうその時状況が状況だったし何も持ってなかったし、まあちょっと笑をすがるような気持ちというか、まあそのヒーラーさんとお会いした時に。これまでの昔から僕が持ってた気質とか特性とか、うん、もしかするとそれはこうスピリチュアルな感覚があることなのかもしれないなとか、うん、そういったのか、あなたもそういうセラピストとして、活動することができるかもしれないよっていうふうに井田さんからおっしゃっていただいたときに、あ、そっかって、なんかこれまでの苦しかった葛藤してきた経験とかそういったものが、うん、なんかその答え合わせができた感覚があって、うん、そう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 、でその時まあ状況が状況だった、何も仕事もないお金もない、あ、来月どうしようみたいな、なんかそんな状況だったんで、じゃあこれ飛び込んでやってみようってその言葉を信じてって始めていったのがきっかけになりますね。はい、すごい、あの、うん、結構霊視とかねいろいろ見える方じゃないですか。うん、これはあのちっちゃい頃から見えたりしてたんですか。そうっすね、あのその時感覚的にはまあ見えないお化けがなんかこう、ね、お家で見えたりとか、なんかパッて、うん、なんかこう感じたり聞こえたりとかあったんですけど、全くなんかこうそういうの信じてなかったんですよ、うんうんうん、なんか頭がおかしいだけだと、うん、病的な感じ。だから家族に言うことだってなかったし、うんうん、友達に言うこともなかったしみたいな感じで、で今振り返るとあったのかなっていう感覚はありますかね。みんないろいろなことを乗り越えて、あ、今はね癒しまくってますよね。癒しまくって大人気の本当に。いやいや、ありがとうございます。セラピストさんで、カリナさんもね、いやいやいや、いろんな葛藤があって、そうですね、うん、ありましたね。そうだから、このスピリチュアル的な話も普通にできるから楽しくて、みんな今ね周りにいる仲間たちが、確かに確かに、うん、もしかするとこのラジオを見てくださる方々にも、うん、もし今すごく苦しかったりとか、うんうん、悩みが絶えなくてとか心身ともになんか疲れてしまってどうしようもないみたいな方もしおられたら、なんかぜひ、うん、ね、なんかこうたくさんの人に出会っていただきたいし、そうそう、ね、外に出てもらって、うん、ね、癒しに触れ合ってみてほしいなと思いますけどね、うんうん、はい、いつでもご相談ください。あ、おすすめつつも、とっても、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、じゃあこちら行きましょうね、はい。はい。もう一つのご質問をインスタグラムより石川雅子さんから
メッセージいただきました。現在知り合った人は過去生で会ったことがあると言いますが、シロさんとカリナさんはどうだった？まさこ姉さん、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。そっか、現在知り合っている方は過去世とつながりがあるのかといったところですよね。うんうん、僕は、あると思っています。うんうん、で、もう本当に不思議な世界観なんですけど、うん、なんか会った時に初めての感じしないとか、はい、あとすぐ仲良くなれるとか、うん、なんかそういった懐かしいとか、ね、そうそう懐かしい感覚とか、うん、なんかこう急速にね仲良くなれたりとか、もうそういう方の影響もあるのかなと思うのと、うん、あとめちゃくちゃ自分が感情が揺さぶられる人とか、うんうん、めちゃくちゃ腹立つとか、悲しい思いさせてくれるとか、うん、なんかそういう自分の揺れ、今までの自分じゃない揺れ動かされるような人とかも、うん、僕の感覚ですけどね、過去性とつながりがあるのかなっていう感覚があったりします。で、カリナさんと会った時も、はい、なんかね、初めましてだけど、結構割と、なんか急速に、何でしょう。仲良くなっていった感覚もあるし、で、この質問があった時に、うんうんうん、カリナさんとつながりってどんなことがあったんだろうって、なんかこう、ふと感じてみたんですけど、うんうん、あと、琉球時代、皆さん、野呂さんって知ってますかね。わかる人いるかな。当時、今はユタさんとかいるけど、かつて琉球時代にはノロさんっていうその女性の神職者さんがおられたんですね。で、琉球時代王朝をこのまとめていく上で、その時の当時の神様からの、メッセージとかご神託だったりとか、そういったところを下ろして政治に、必要なアドバイスをしてみたり、あとこの国の繁栄とか、豊かでありますようにみたいな祈り事とか、そういったことをされている当時の公務員さんの仕事があったんですね、うんうん、でなんとなく僕もその当時女性の喉だった感覚があって、ね、なんか私もそう感じてました。なんかでその時のつながりがあるのかなっていうふうに思ったりしています、うん、なんかかつての同志みたい なんか、うん、だから今こうやってなんか仕事を一緒にすることがあったりするのかなと思って、なんかあった時にイベント出てとか協力してくれるカリナさんとかね、そんな感じがしてます、うん、はい、さんありがとうございます。ありがとうございます。なんかこの過去性とかの話で、私また別のスピリチュアル仲間たちとお食事してる時に一度弥生時代、なんかこの二つ結びの弥生時代とか縄文時代の時の髪型してる姿に全員がなったんですよ。そういうことがあって、やっぱこの時もそういうつながりがあったんだろうなっていう感覚で、なんかちょっとびっくりした時がありました。あ、うん、なんかその感覚的に、ね、イメージの中で見えたり感じたりすることってあったりしますよね、うんうん、あとなんか無性に自分が昔から好きなこととか興味惹かれることとか、まあなんか大好きな国とか、はい、なんか音楽とか、なんかそういったことも実は自分のルーツが眠ってたりすることもあったりします。ですね。不思議ですけど、やっぱなんか嬉しいですよね。またみんななんか再会できてるんだろうなとかね、あったり。確かに。はい。だから、今自分の中に周りにいる家族とか友達とか職場の人とか、そういった方たち。だけじゃなくて、その本当に人間関係って、それ以外のなんかこのすごい見えないところでつながってる方だとかってすごくたくさんいると思うし、なんかもし今自分の中で誰も私のこと分かってくれないとか、なんか寂しい孤独な気持ちみたいな、なんか無意識の中に抱えておられる方もしおられたらですね、人間関係をちょっと枠を広げてみて、ちょっと外に視野を広げてみていって、なんかどこに行かなかった場所とか、会ってみたい人とか、なんかそういったところにどんどん出かけてみて、行動していってほしいんですよね。絶対仲間とか分かってくれる方って必ずいるから、ぜひ現状を抜けるための行動をお勧めしたいなって思います。僕たちがそうだったから。そうですね。シロさんも人見知りの時代もあったしね。私も
ちょっと人が怖いっていう時期もあったし、そう、やっぱりでも、もう気にせず行動していくことで、もうどんどんスピードアップで進んでいけたかなって今思えば。うん。ねえ。だから、ね。闇闇時期もあるけど、ね、明るいよね。このラジオを聞いてくれてるのも、その行動の一つかもしれないし。ああ、そうですね。本当。ね、ご縁の一つだし、しかも。新しい行動、ピンときたこと、ぜひ行動に移してみてほしいなって思います。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。CM 入ります。あと、そうですね、今14分なので、はい、あと10分ぐらい。10分ぐらい、ね。結構あっという間ですね。あっという間だね。あとは、もう、若手のスピーフェスを、紹介しながら。もこれも言おうかな。今一番欲しいもの、楽しいこととかかな。この2つだけ加える。加えた後に、これ言いましょう。はい、うん、ありがとうございます。ええー、どうも。じゃあ始めていきます。はーい。どうぞ。はい、 CM が明けました。で、もう一つ、あの質問、シロさんのお友達、あのインスタグラムから、ヒーリンのともこさん、名古屋でプライベートサロンをやっています。質問が、今一番欲しいものは？なんだろう、一番欲しいもの。そうだな。今、あの僕、自分でサロンとか持ってないんですが、主に自宅で Zoom でセッションさせていただいたりとか、あとね、出張ご希望の方がおられたら、どっか場所を借りてカフェとかでさせていただいてるんですけど、なんか本当に自分の集中できる、なんかこう気持ちのいい空間、場所、それこそ大きくなくていいから、サロンみたいなのが欲しいなって今思いますね。浮かんできたのはそれかな。欲しいもの。カリナさんある？欲しいもの。欲しいものは特にないかな。あ、じゃあ満たされてて。すいません。全然いいよ。と、うんうん、楽しみですね、でも、サロン。うん、できたらいいなって思ったりします。景色がいいところとか。景色がいいところ、自然があるところ、うん、窓が大きい、広いところ、うん、風通しも良くて、うん、明るくて、で、駐車場もあって、いっぱい出てくる。うん、ベッドも置けて、ちょっと紅茶できる空間もあったり、うん、ちょっとまあ、4、5人ぐらい集まったワークショップできるようなちょっと空間もあったらいいなって思いますかね。すぐ叶えられそうですね。なんかいいところあったら教えてください。で、もう一つ、ヒーリンのたもこさん、はい、今一番やってて楽しいことは？そうですね、やってて楽しいこと、もちろんセッションとかも楽しいんですけど、やっぱりこう伝えてるときが楽しいなってさっき気づきました。その、まあ、知識とか技術とか教えてるときって、そして受けてくださる方々がなんかこう変わっていくっていうかね、なんかその行動的になっていったりとか、変化があったときがすごく楽しくて、ちょっと今伝えることが楽しいなって思ってます。教えることか。はい。もう転職ですね。嬉しいです。すごい。めっちゃマニアックで、勉強するのが好きなんです。そうですよね。なんかずっと勉強してて、オタク気質っていうか、ストイック、追求するのが好きなので、だからね、もう早いんですよね、なんか成長スピードが、成長してる感覚はあんまないですけど、ただ興味を赴くまま楽しいことをやっているだけ、はい、素晴らしい、ありがとうございます、尊敬してます、本当にいつも、カリナさんは、カリナは今一番やってて楽しいこと、私も仕事ですね、やっぱり。ね、シロさんと同じようにやっぱり人がね、セッション受けてマッサージ受けて帰っていくときに、もう顔がやっぱ変わるんですね。もう明るさが違うし、ね、
なんか触るだけでなんか涙してくれて浄化されて癒されて帰ってくれるお客様の顔を見るのがやっぱ好きです。カリナさんのね、セルズ気持ちいいし、ありがとうございます。余計なものを払ってくれたりするし、はい、終わった後の体感がすごいっていうか、ね、うん、そうそう、すっきりしますよ。おすすめです、ありがとうございます。はい、どうしましょうか。あ、はい、そう、シロさん、はい、主催の、はい、ワカティダースピフェス、はい、第3回目の、はい、ちょっと告知をさせていただきたいと思います。告知ありがとうございます。今回ですね、2024年9月15日日曜日、午前中11時から夕方17時まで、浦添市産業振興センター結の町3階の大ホールというところで、私ともう一人、アイレンさんという方がいるんですけど、2人で共同の主催させていただいているスピリチュアルイベント、ワカティダスピフェスというイベントをやります。はい、ありがとうございます。今回3回目になりまして、でこのイベントの趣旨っていうところなんですけど、ちょっと一風変わってて、沖縄の常識を応援するスピリチュアルイベントなんですね。まあ、有名な今回浦添城市で、第1回目は勝連城、第2回目は先見城市ってことでさせていただいたんですけど、やっぱこう城市って僕ら沖縄県民にとってルーツになったりする場所だったりするじゃないですか。かつてね、ちょっと琉球の歴史から言うと小佐丸さんって方がいたり、天守さんって人がいたり、琉球国王たちがいたりとか、まあ結構歴史見てみたら結構争ってる背景もあったりするわけですね。でそんなちょっと歴史、まあ、カルマみたいなものかな、そうそう、あるところで癒しのイベントをして、みんなで盛り上がって癒されようっていう、ちょっとこう裏テーマとしてちょっと専属用みたいなのを兼ねてるイベントだったりするんですね。素晴らしい。でそこで売り上げた一部を、このこれまでも琉球沖縄県民がその大切なご先祖様のルーツ、思い出せる場所の維持費として、売り上げの一部を、各自上司に、支援させていただくっていうイベントになってます。約45店舗のイベントが、今回、集まっていただいて、また盛り上がるんじゃないかなと思ってます。皆さんぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。どういった店舗とか入ってますか？そうですね、主に、占い師さんのイベントだったりとか、ヒーリングされている方のイベントだったりとか、それこそパワーストーンだったりとか、開運グッズと呼ばれるものだったり、マッサージとか、それで本当に癒しに特化した方々がおられるんですけど、それだけじゃなくて、子どもたちが遊べるような石鹸作りだったりとか、英会話レッスンだったりとか、子どもでも楽しめるその出店者さんもおられますし、もちろんフードだったりとかドリンクだったりとか、おいしい出店者さん、ものを作ってくれる出店者さんいますので、もうお腹も心 も、もう全部体も心も全部満足できるようなイベントなんじゃないかなと思ってます。はい、私も出ますので。あ、ありがとうございます。出ます。3回続けて。3回続けてね、させていただきます。ありがとうございます。いつも本当ににぎわっててね、お客様も出店者もみんなで。なんか、すごいんですよね、シロさんのね、主催するイベントっていつもすごくて。いやいや、本当にありがたいです。本当に皆さんのおかげさまで。楽しみです。いや、本当にぜひ遊びに来てください。2024年9月15日、はい、お待ちしてます。はい、エンディングに入ります。今日もよく頑張った自分にありがとうと伝えましょう。そして地球大地の恵みに感謝します。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。来週も、南の島の沢田川志郎さん、フロム沖縄に出ていただきますので、また見てください。シャイニングアース、輝く地球のカリナと、シロでした。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ね、なんかめっちゃ引っ張ってくれた。いやいやいや、引っ張ってるのかな。引っ張ってる。